ボックス。今回は浅草の隠れスポットを紹介するよ。観光客が見逃しがちな穴場を巡る旅スタート。まずはホッピー通り。ここは地元の人にも愛されてる飲み屋街。昼間っから飲めるって最高じゃん。お酒苦手でもフードめっちゃ美味しいんだよ。次に行くのは花屋敷。日本最古の遊園地。子供から大人まで楽しめるアトラクションがたくさん。小さくてレトロだけどそれがめっちゃ心地いいんだよ。そして浅草園芸ホール。ここで本格的な落語や漫才を楽しめるよ。日本の伝統芸を直に感じられるスポットで笑いが絶えないんだ。次に船輪の芋羊羹カフェ。浅草名物の芋羊羹を新鮮な形で楽しめる。特に芋羊羹アイスは絶品。冷たくて甘い。疲れを一気に吹き飛ばしてくれるよ。次は鳥の市。毎年11月に行われるお祭りで露店がたくさん並んで服を招く熊手が手に入る。人混みもすごいけどその活気がたまらないんだ。それから浅草神社。浅草寺のすぐ隣にある静かな神社で観光客が少ないからゆっくりとお参りできるよ。ここで心を落ち着けるのもいいかもね。次にスカイツリーの夜景スポット。隅田川沿いを歩いてると夜景がめっちゃ綺麗に見える穴場があるんだよ。カップルでロマンチックに楽しむのもいいし友達と写真を撮るのも最高。その名も本堂裏の庭園。浅草寺の本堂の裏に実はひっそりとした美しい庭園があるんだ。観光客が少ないからまるで秘密の場所みたいでホッとできるよ。花が咲く季節は特におすすめ。浅草の隠れスポット巡り。最後にもう一つだけ紹介させて。それはタイムスリップカフェ。このカフェは昭和レトロな雰囲気が満載で店内には昔懐かしいグッズやポスターがいっぱい。まるでタイムマシンに乗ったみたいな体験ができるんだ。カフェラテを飲みながら昔話に花が咲くこと間違いなし。さてこれで本当に浅草のおすすめ隠れスポット紹介は終わり。全部巡ってみると新しい浅草の魅力がたくさん発見できると思うよ。友達や家族と一緒に次の休日はぜひ浅草で素敵な冒険を楽しんでね。まだまだ浅草の魅力は尽きないよ。今度は浅草七福神巡りを試してみて。浅草周辺には七福神を祀るお寺や神社が点在してて全部巡ると福が訪れるって言われてるから楽しくて縁起もいいよ。それと浅草にはハッピースポットがいくつかあるんだ。中見世通りの招き猫像とか東京の恋の像とかね。幸運を引き寄せるパワースポットとして知られてるよ。インスタ打つもバッチリ。最後に浅草の灯籠堂もおすすめ。夜になると灯籠がライトアップされて幻想的な雰囲気になるんだ。カメラ持っていけば素敵な夜景写真が撮れること間違いなし。みんなも浅草の新しい一面を探しに行ってみてね。最後にもう一本浅草の隠れスポットを紹介するよ。駒形土壌というお店知ってる？ここは創業200年以上の老舗で土壌鍋が有名なんだ。薄く切った土壌を豪快に鍋で煮込んでネギたっぷりで食べるスタイル。絶対一度は体験してほしい味。浅草には本当に魅力が尽きないよね。これであなたも浅草マスター。次はどのスポットに行くか迷っちゃうかも。でもそれがまた楽しいよね。浅草探検楽しんでね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。この動画が気に入ったらいいねとチャンネル登録を忘れずに。コメントでみんなのおすすめスポットも教えてね。それじゃあまたね。バイバイ。